かかったな玄徳、これでお前の最後だ。教えてあげよう。僕が背負っているのは世界だ。博士、レディって何ですか？ご説明しましょう。今日見ていたあなたたちはラッキーなのである。待たせたなウィンディ、今度は俺たちの番だ。ブーアイアンリーガー、マグナムエース役、松本康則です。どうも。競技というものに、非常に凝ってまして、もともと根をたどっていくと、これはずいぶん前になるんですが、某国会議員のアントニオ猪木ファンだったんですね。真似事でもいいから、とりあえず何かきっかけとして始めてみようっていうんで、その辺をちょっと真似事で、しかも人に見られると恥ずかしいので、人のいない劇団の稽古場、あるいは家の物が寝静まった後の夜中の家の中の風呂場等々を利用しまして、本当にプライベートに秘密の特訓が、私はこれ名付けて一人虎の穴と呼んでるんですが、これを始めたわけですね。基本的には器具は使いません。自分の体重を自分一人で面倒見られるようになるっていうのが自分の考えなので、とりあえず器具は使いません。やってみて分かったんですが、自分の方法、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかってやってて、でなんとなく、あ、これ合ってるなっていうのを見つかった時っていうのは、自分の体も楽だし、やっててもある意味じゃ辛くないんですね。肉体は辛いですけど、精神的には意外といい気持ちでやってたりするんで、それぞれ皆さんがいいなと思う方法でやるのが一番だとは思うんですが、もし興味があるんだったら、これは当たり前なんですが、少ない回数で、いろんなメニューを組んで、それを何セットかやるんですね。少ないものを数多くやるっていうんですか、例えば腕立て伏せやっていきなり100回やっちゃうんじゃなくて、10回やって、で次別の運動やって、それをワンセットにして、それを何回か繰り返すとか、それが割と飽きないです。それから日によって体調がいろいろあると思うんですけれども、その体調のいい時悪い時に合わせて、その方法だといろいろ微調整が効くんで、そうするといろんな合間でできますから、これがまずポイントじゃないでしょうかね。小刻みにやると、まだ大した技はできないんですけど、とりあえずとっておきということで、本邦初公開、疾風三段蹴りをお目にかけたいと思います。いいですか、この辺に来ると思います。いいですか、やや僕の顎のあたり注目しててください。おっ、見えましたか、今のが疾風三段蹴りでした。ごめんなさい。